はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。地下3階へ、降りるエレベーターですね、もうここになりますので移動していきましょう。お、なんか電撃の部屋がある。電磁バリアだ。この先へは進めないな。あ、ダメージを食らうとかじゃなくて進めないんですね。じゃあなんか解除しないといけないですね。お、いっぱいあるな、電磁バリア。こっちもいけない。ティエレンが出てきてる。ティエレンが、お、倒せないか。またダメージ床がありますね。ただ歩き回っていてもイービルティガがどこにいるかは見当もつかないな。それに見つかったとしてやっぱりティガがいた方がいいんじゃないか。そうだな、あいつを連れてこよう。マジかよじゃあレオ、君には外れてもらう。おっと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 、俺装備しているものを外さないと、外せないっていうのがめんどくさいですね。フォースもレオのものは全部外します。これだけだっけな。ではウルトラマンティガを入れていきましょう。ゴッドガンダム F91、ティガーにウィザードと、ほいで、ティガに装備をさせますと。フォース5しかない。ちょっとスキルツリーを見ますか。うん、これ基本技は5まで上げましょう。であとはちょこちょこなんか適当に覚えていって、もう適当です。あ、なくなったっ何を装備させようかな。フォースはじゃあメテオかな。そうすると、はい、これで終わり。じゃあすいません、またゲートポートからウィズダムキューブへ行きたいと思います。まあサクッと行きましょう。サクッと、はい、ここからですね、じゃあ先に進んでいきたいと思います。痛い痛い。おっと、結構多いな。どこもかしくもビリビリしてるな。おっと、マジか。こいつ何があるんだ。ティガスライサー、いいや。意外に減るなぁ、やっぱ蓄積していくと。基本的にもう行けないから一本道っすね。おーおーおーおいおいおい、イーブルティガー。おお、なんかあくどい顔してんな、イーブルティガー。お前はティガー。おい、どうした、話せ。うわ、ティガー、私こそが真のティガだ。ガー、ティガー、私は愚かしい旧人類を導く存在なのだ。
人類とかいるの？うわぁ、そのためにも私がデビルガンダムを操るのだ。なんてパワーだ。イービルティガ、目を覚ませ。君は邪悪な力に支配されているだけだ。黙れ。グッ。ティガ、これ以上は危険だ。ここは私が引き受ける。今のうちに引け。しかし、うわぁ、グハ、早く早く引くんだ。ティガ、一旦引こう。ああ、ヒーローたちはその場から撤退した。お決まりの撤退。みんな大丈夫か？ああ、だがシピーゲルが心配だ。すまない、うまくいかなかった。もう倒すしかないだろう。いや待ってくれ、まだ方法がある。イービルティガにはガーディーという友達がいた。ガーディーに会えばイービルティガも少しは心を取り戻してくれるかもしれない。そいつはどこに？ガーディーも石像のままキューブに運び込まれたはずだ。あ、あの培養液がガーディーか。そうすると、あ、ガーディーはどんな姿をしている？見た目は怪獣だ。そうか、あの研究室にあった怪獣の石像だ。ティガー、どこだ？おい、あの声はイーグルティガがそこまで来ているぞ。シュピーゲルはどうしたんだ？さあな、あいつでも抑えきれなかったってことだろ。あの研究所は地下2階だ、急ごう。めんどくさいな。じゃあちょっと一旦また戻って、ちょっとアイテムラボでアクティブクロークじゃなくて、なんだっけ、ハイパージャマー買います。で、ゲートポートから中継地点3でいいんだよな。どっちの方だっけな、なんか忘れちゃったな。とりあえずハイパージャマー使って、目的地みたいなのは記されてはいない。とりあえず進んできます。この部屋だ。ここに石像があったはずだ。そうだっけ？もう忘れちゃったよ。ああ、あったあった、これだ。ああ、これは確かにガーディーだ。ティガは精神を集中しガーディーの心に語りかけた。ダメだ、反応がない。お前たち、ここにいたか。シュピーゲル、イービルティガは？すまん、私一人では抑えきれなかった。やつはもうすぐそこまで来ている。なんだと、ここで迎え撃つ気か？見つけたぞ、ティガー。イービルティガ、君は本当は悪人ではないはずだ。どうしてこんなことを？俺はリジェスの力によって復活を果たした。そう、進化した存在なのだ。貴様らの世界の旧人類は私に従うことで伸び生き延びることができるのだ。どうしたガーディー？なんだ？その時カプセルの中のガーディー像が光り輝いた。めっちゃ怪獣じゃん。うがー。お前はガーディー？私の邪魔をする気か。うおー、やめろ。うおー、が、なんてこと、君の友達だったんじゃないのか。はっはっは、邪魔者は消えるのだ。次はヒーローども、お前らだ。うおー、うわー、く、うおー、うわ、はっは、これでとどめだ。行くぞ。ぬ、何？ガーディ。9、
ガーディは最後の力を振り絞り、イービルティガにしがみついた。何かを訴えるように見上げたその目には涙が浮かんでいた。ガーディが泣いている。お前なんだというのだ、ガーディ。あ、話せガーディ。くーん、話せ。邪魔をするな。イービルティガはガーディに向けて光線を放った。やめろー。おお、ガーディ死んだ。ガー、なんてことをするんだ。ガー、許さないぞ。グオ、なんだこの力は。今だ、今ならイービルティガを倒せる。仕掛けるぞ。お、イービルティガ戦か。さあ、ファストか。まあ、ファーストアタックを取ったんで、ちょっと、どうしようかな。バグネスゴッドスラッシュ。じゃなくて、マシンキャノンでいいや。で、アンクを買って、これはメテオでいいや。ドラゴテイ、いつものパターンですね。出だしの必勝パターン。こいつは物理が少ないな。バルカンくらいしかないか。おっと、結構強い。よし、ちょっとラッシュを一回かけましょう。ゴッドフィンガーが打てるんで、こいつはちょっとヒールレインを張ります。ティガスライサー、あー、こっちの方がいいかな。でも1ターン目にやるとヒーロー技が使えないんだ、基本的に。まだ溜まってないからかといってな。ウルトラマンはもう3ターン目から弱くなるしな。なかなかウルトラマンの運用が難しいっすね。とか言ってる間にライダーが超やばい。ライジングガンダム間に合うか。あ、はいや、いってー、ゴッドがやられた。魔法使いっていうのは諦めが悪くてな。カラータイマーが今ダメなんだ。F91 はちょっとヒールレインを張っておきましょう。で、こいつでやばい、復活キットが1個しかない。しまった。ドラゴンウィングでいくか。何、エネルギー属性反射、マジか。だけど打撃だからな、危ねえ。エネルギー属性を反射してくるのか。まあ基本物理でいけば問題はないと思うんで、ライジングガンダムで回復させるか。メテオで上げてドラゴテイか。もう一回メテオを撃てばラッシュがいけるな。ちょうどいいタイミングかな。そうすると、あー、ドラゴテイルはちょっと使えないな。よし、いて、よし、ここで畳みかける。ゴッドは死んだから。ゲージが溜まってない。まあ普通にマシンキャノンで、ダブルシュートって、あ、ダブルシュートか。ガンダム2人でダブルシュートいきましょう。あ、いけねえや、溜まってないんだ。どうしようかな。ダブルベースとか、ちょっと待って、なんかいい感じにいかないぞ。
ツインショットティガと打って、こいつはこいつでストライクドラゴンだな。よし、くらえ、倒せるか。いてー、ゴッドが死んだしまったなんてこった。リダレクション痛い痛い。なんとなんと、よし、連続攻撃。マシンキャノンでちょっとヒールレイン連発できるんで、これで。あー、ウルトラマンがピコンピコンしてるよ。もうドラゴンテイ、F91 のこの連続はすごいっすね。一気に持ち直したけど、またゴッドがピンチだ。あとはライジングガンダム貼って、一応こいつも攻撃するか。いって、あともうちょっと、もうちょっとっすね。F91 も攻撃に走ろう。メガマシンキャノン、お、危ねえ危ねえ。よーし、イービルティガ、イービルティガの出番もここで終わりか。闇に覆われる世界には光で照らし人類を導くものが必要だ。イービルティガ、ガー、うっ、こいつまだこんな力が。だがそれは今の君じゃない。はあ、なんか使い出した。所詮はその程度だったか、イービルティガよ。誰だこの声は。貴様には失望したわ、マスターガンダム。いつの間に。今のファイト見せてもらったぞティガ。わしの心は決まった、貴様こそ生体ユニットにふさわしい。さあわしと来るんだ。う、やめろ、甘い。グハッ、ふん、ま、待て。く、私こそが人類を導く存在だ。イービルティガ、しぶとい野郎だ。おい、動けるか、やつを追うぞ。ああ、お、勝手に動いてますね。くどい、くどいぞイービルティガ。はあ、ぐはあ、う、ダメだ、勝てない。ははは、やっと負けを認めたか。デビルガンダムの生体ユニットには強靭な肉体と精神を持つ者こそ必要。貴様のような負け犬は不要だ、消え去れ。ならば師匠。ん、貴様はゴッドガンダム。ふん、力を失ったロストヒーローに用はない。待ってくれ、もしティガよりも俺が勝っていればティガを解放し俺を生体ユニットにするんだな。ゴッドガンダム、もちろんだ。だが貴様とティガを戦わせるわけにはいかん。仲間同士何か企んでいるやもしれんからな。じゃあどうすれば俺を生体ユニットとして認めてくれるんだ。ティガが以前テストで戦った相手と貴様も戦うのだ。その結果貴様の能力値が勝っていれば生体ユニットとしても認め、ティガを解放してやろう。わかった。おいゴッド、罠かもしれんぞ。そうだ、考え直せ。いや、いいんだ、俺は師匠の間違いを正す。ははは、たわけたことを。まあいいだろう、テストファイトは地下3階の闘技場で行う。対戦相手はとあるウルトラ怪獣。準備ができたら闘技場に来るのだ。楽
楽しみにしておるぞ。はっはっは。うん、地下3階闘技場。ち、仕方がない、一旦拠点へ戻って出直すぞ。こいつどうすんの？ゴッドガンダムか。イービルティガ、お前まだ戦う気か？いや、もういい。私は自分のやり方でこの闇の世界を照らす光を探す。じゃあな。どこへ行く？私は一度は闇の心に支配された男だ。お前らの近くにいるわけにはいかない。イービルティガは静かにどこかへと去っていった。あいつと我々は目指す先は同じかもしれない。だが一緒に戦えるかどうかは別だ。そうだな、よし拠点に戻るぞ。ウルトラマンティガが仲間から外れました。装備品はどうなったの？返してくれたの？ヒーローたちは拠点に戻ると光に状況を伝え再出撃に備えた。なるほど、テストファイトか。もちろん私も一緒に行く。いざとなればウルトラ念力でサポートするぞ。余計な手立ちはよしてくれ。俺は俺の実力を師匠に認めさせたい。何を言っているんだ、お前一人の問題じゃないんだぞ。いいか、お前は対戦相手のウルトラ怪獣に絶対勝たなければならない。ティガを解放してもらうためにな。だったらなおさら小細工はやめてくれ。師匠はそういうのを一番嫌う。何言ってる、こんなもの罠に決まってるだろう。いや、師匠は約束を守る男だ。マスターガンダムはゴッドの育て親のようなもんだ。ゴッドが言うならそうだろう。まあいい、もし罠だった場合に備え私が近くに潜んでおこう。それならいいな。ファイト中に手出しは無用だぞ。もちろん。だがその後お前はマスターに捕まるんだろ。それからどうするんだ？師匠を説得し脱出する。できるのか？わからん。だがティガよりはマシだろう。もし取り込まれてしまった場合は構わず俺ごとデビルガンダムを撃ってくれ。その時帰還した別動隊が部屋に入ってきた。おう、みんな戻ってたのか。どうだった？地下3階のかなり奥まで行ったんだけどさ、電磁バリアがな。ありゃ強力すぎるぜ。なんとかして解除しねえと先へ進めねえよ。時折電磁バリアが弱まることがあったんだが、その原因が分かれば突破口になるかもしれない。電圧が不安定なのかも。地下2階でも照明が何度か暗くなった。そうか、もう一度行ってみるか。絶対あの奥に欠片があると思うんだがな。ファントムはいいのか？ま、正直腹は減ってるけどな。けどお宝探しは俺の性に合ってんだ。嬉しくないお宝だけどな。よし、じゃあ一度目的を整理しよう。まず別動隊は引き続き地下3階で欠片の捜索だ。ヒーロー隊とシュピーゲルはゴッドガンダムと一緒に地下3階の闘技場へ行く。シュピーゲルは不測の事態に備え近くに潜伏し監視する。ゴッドはテストファイトに勝利しティガを解放する。罠だった場合はシュピーゲルが撹乱し脱出する。ファイト後ゴッドは敵に囚われる可能性が高いが、これはできる限り阻止しよう。だがそれでも捕まってしまった場合は、まあゴッドを信じるしかない。それでいい。闘技場の位置はマップに表示されているな。ああ、よし、では準備ができ次第出撃してくれ。おお、ゴッドガンダム対ウルトラ怪獣ということで、3人しかいないんでウルトラマンを入れましょう。で、ゴッドガンダムはもうこれ多分話からして絶対入れていかなきゃダメなので、まあいつも通りゴッドを入れて F91 を入れて、ウルトラマンはじゃあまたレオに戻しますか。で、仮面ライダーはウィザードと OK で、あとは装備品を返してくれたかどうかなんすけど、ないないよメテオは返してくれたあとメテオと、何を装備しようかな。エネルギー攻撃力が上昇します。そうっすね、これつけときますか。あとフォース CP が5余ってるんで、なんか役に立ちそうなの。あ、ドライブ2分の1にしようと。これでいいや。装備がないなんてこった。倉庫になんかあったかな。
アイテムラボの倉庫と引き出す。あ、マックブラスターの5がある。そう、F91 のマックブラスターを変えたんで、これが余ってましたね。じゃあ、レオに装備させてと。ほい、オッケー。はい、というところで、じゃあ次回は闘技場を目指して、まあ、ゴッドガンダムと怪獣の対決ですね。ですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。